デビュー強化来ましたか。ユーザーが長い間待ち望んでいた強化ですよ。ということで皆さんこんにちは。指導レミです。本日はどうもよろしくお願いします。逃走学園で登場したルミナ。彼女の正体が明らかになります。お客さんですかね、どうぞ入ってください。どうも、闇のルミナです。今日はどうもよろしくね。お初登場のキャラクターの登場ですね。よろしくお願いします。みんなよかったらガチャいっぱい回してね。期待してるよ。噂りげなく引くように誘ってますよ。それで今回の相談は何ですか？今回の相談は闇のルミナとは何者なのかについての考察をしてほしいです。今回のエビル強化で謎の部分が明らかになったと思うし、ぜひ紹介してください。そうですね。これを気に入る皆さんを知りましょう。それじゃあ開始です。それではこれから闇のルミナは何者なのかの考察を開始させていただきます。まずは闇のルミナについて軽く紹介させていただきます。闇のルミナとは闇の永劫のいとこ。運動神経も良く頭脳明晰の美少女で永劫と対照的に光に包まれているような存在。投手能力にも勝ち運があり、負け運の永劫と比較するとキラキラしている存在であることがわかりますね。そんなことないけどねー。実力が高いことから周りが手加減をしていると思っており、自身の身体能力に気づいていない様子。人によっては皮肉に聞こえちゃいますね。え？あれって本気なの？ということでまずはルミナという人物の正体を探っていきましょう。まずはルミナがどのように誕生したのか見ていく必要がありますね。彼女は闇の永劫の心から生まれた、闇の自身の心の弱さ。悪に染まった闇のが無意識に求め続ける温かい心。それこそがルミナという存在です。彼女はソウルジェイルに集められた囚児たちの魂をエネルギーとして存在しており、そのエネルギーがなくなれば消滅してしまいます。なるほど。つまり人間ではないということですね。そうです。闇の永劫の心の弱さが生んだ存在。それこそがルミナさんなんですよ。ふむふむ。それじゃあ A ちゃんが小さくなった原因も私にあるのかな？闇のが小さくなった原因はエビルキャップからエネルギーが大量に消費されてしまったため、そのエネルギーからルミナが登場しました。つまりルミナが存在している限り闇のの体は子供の姿になる。闇のがルミナにエネルギーを取られている状態と言えますね。具体的なシーンは存在するの？まずはエビル強化グッドルートから。このルートでは闇のがソウルジェイルを破壊し、ルミナと甲子園決勝まで行くルート。最後の試合を終えるとルミナの体が消え、消滅するイベントがあります。そのイベントでルミナが消え、闇のがチームメイトの元に戻る際に元の姿に戻ります。続いてエビル強化バッドルート。このルートでは闇のが自分の弱さに立ち向かえず、ルミナを消してしまうエンド。ルミナを消した際にエビルキャップに膨大な力が宿り、再び悪の闇のに戻ってしまう。どちらともルミナが消えることにより闇のの体が元に戻っています。なるほど。そう考えると私の存在が A ちゃんを小さくしたって考えられるわね。続いてルミナの記憶について。ルミナは初登場時に闇の辛いとこのルミナか、随分久しぶりだな、と紹介されています。これに対してルミナは何も言わず、しばらくは A ちゃんの家でお世話になります。という言葉を残している。先ほども言いましたがルミナは闇のの心から生まれた存在。つまりいとこではないことはわかります。ん？確かに。なんでいとこって A ちゃんは思ったんだろ？というか私はもともと自分が人間じゃないことがわかっていていとこって言ったの？いえ、ルミナさんは自分を人間だと思っていました。その証拠はこちらのセリフからわかります。うすうす気づいていたのよ。私は普通の人間じゃないって。このセリフはエビル高校グッドルート甲子園で聞くことができるセリフです。最初から気づいていた場合、薄々気づいていたという表現は使わないはず。つまりルミナ自身最初は彼のいとこだと思っていた可能性は非常に高い。さらにミクリアさんが自分の魂を彼女が持っていると知り襲ってきた時に、ルミナさんはなぜ彼女が自分を襲ったのか理解していなかった。以上のことを考えると最初は人間で闇のいとこだと思っていたが、時が経つにつれ人間じゃないということに気づいてきた。それこそがルミナさんの記憶だと考えられます。でもなんか引っかかるんだよな。私は闇のくんの家で一緒に住むことになってるし、闇のくんといとこという記憶を共有している。一体誰がこの間違った記憶を私たちに定着させたの？しかも A くんの両親と一緒に住んでいるとしたら。両親はなんで私のことを受け入れてくれたの？はい。それじゃあ一つずつ整理していきますね。まずは闇のの両親についての説明です。これに関しては矛盾があるので、一体どうなっているのか考えていきましょう。
まずはこちらのセリフ。闇のガルミナがいとこではないと気づくシーンです。このシーンでは闇のさんが俺にはいとこなんていない、それどころか、親族も、両親さえもというセリフ。つまり現在闇のさんに親族はいないということが確定します。ふむふむ、なるほど。続いてルミナと別れるシーン。このシーンでは闇のさんが家の荷物を整理していた時に、昔の写真が出てきたことを話します。その時のセリフが、両親が撮ってくれたと思うんだが、今の俺の姿とそっくりだったよ。まあ、俺自身だから当然なんだけど。というセリフを話します。さっき両親いないって言ってなかったっけ？そうです。先ほども説明しましたが闇のさんは親族はいないと言っていました。しかしこのシーンで両親に撮ってもらったというセリフ。矛盾が生じていることがわかると思います。本当だ。どれが事実なの？考えられる事実としては昔両親がいたが、現在はいないということ。つまり両親は彼を捨てた、もしくはすでに他界している可能性が考えられます。なので昔両親はいたが、現在はいない状態と考えます。なるほどね。それじゃあ記憶についてはどうなの？続いて記憶について。闇のトルミナ。この二人の記憶をいじった者は誰なのか。ズバリ言いましょう。それは闇の英語です。A 君自身が？シナリオにこんなセリフが登場します。思い出を改変して、書き消して今じゃどれが本当なのかわからなくなってしまった。でも、この一年は、ルミナと過ごした日々だけが、ずっと心に残っているよ。このセリフから推測されるのは、闇のがループをし続けてる間に自身の記憶を改ざん。ルミナという人物を作り出し、いとこという存在を彼自身が作り出した。つまり闇の君の心の弱さが記憶を改ざんしたと考えます。でも、本当にそんなことってできるの？エビルキャップは被った人間の人格を凶悪なものにする効果がある。つまり人間そのものを変えることができるアイテムと言えます。なのでエビルキャップの力を使えば不可能はない。本当に恐ろしいアイテムだと思います。もともとは一つだった私たちなら記憶の改ざんはあり得る。それだと辻褄が合うね。次にこの考察と少しずれますが、動画のOP主が思った彼女についての感想を語りたいと思います。ルミナという存在は闇のから善の要素を全て取り出した人物なのではないかと思っています。なんせミクリアが彼女から魂を返してもらった時に、そのエネルギーはルミナの思いに満ちており、最後まで闇のに気遣っていたとのこと。つまり彼女自身申し訳ないという気持ちと、闇のを責めないでほしいという二つの気持ちが混じり合っていたのでは？と動画投稿者は考えているそうです。ルミナという存在は闇のにとって超えるべき存在であり、かつて自分が大切にしていた気持ち。彼が闇の道に行くのか、それとも光の道に行くのかの明暗を分けた人物だと思いますね。魂を解放して私を消すというのも残酷だけど、仕方のない選択だよね。だけど闇ののシナリオは全て解決したわけではありません。まだ彼の大きな目的は何なのか、そしてエビルキャップの正体、ソウルジェイル、エビルパワプロ君など、まだまだ回収されていない謎はたくさんあります。まあユーザーからしてみれば何年 A 君のストーリーを続けるんだよって感じだろうけどね。こんな状態でゲノム大付属高校を出すんですかね。それはそれで不安な気持ちが出てきますよ。運営さん闇のシナリオの続き待ってますよ。それじゃあまとめいきましょう。闇のルミナの正体は闇のの心の弱さから生まれた存在。魂をエネルギーとしてこの世に留まっており、人間ではない。記憶は闇の自身によって作られ、最終的にはエネルギーを選手に返す、もしくは闇のの手により消滅させられる。闇のに大切なことを伝えた光の存在と結論付けさせていただきます。そうなのね。でもそれが私の使命なら、仕方ないのかな。今後もルミナという存在は鍵になるかもしれません。次回は今回分かった闇野さん、そしてエビル高校、桐崎さんや大田さんについて話せていければなと思います。ということで今回はこの辺で。さよなら。